皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もね、ユーロトラックシミュレータープロジェクトジャパンさんをやっていきたいと思います。いやー、めちゃめちゃかっこいいこの S2000 なんですけども、私は最近ちょこちょことカーモッドを入れておりまして、 S2000 さんもね、ちょっとプロジェクトジャパンさんで使えたので、今日はね、ちょっとこの S2000 を使ってドライブしていきたいと思います。で、私今プロジェクトジャパンさんやってるんで、今現在 1.42 なんですけども、概要欄の方にリンク直接貼っときますんで、もしやりたい方はこちらのダウンロードリンクの方から SCS ファイルを適用していただいて、で、入れ方は前回私ゲーム実況出しました、こちらの動画を参考にしていただければなと思います。はい、それでは早速ドライブいっちゃいたいと思います。いやー、めちゃめちゃこのエンジン音もリアルなのよね。もう外のこのマフラーめっちゃとんがってるよね。ちょっと待って、これどっち行けばいいんだ。とりあえず OK。 いや、信号見れないわがっつり走り屋仕様ですよ、これ。いやー、室内からだと信号ギリギリなのよね、見れんの。OK。やっぱこれ、外からの視点の方が、エンジン音がね、かなり綺麗に聞こえますね。ちょっと、高速道路に乗っていきたいと思います。よいしょ。はい、合流しまーす。いやー、気持ちいいなー。普通のね、やっぱりレーシングゲームの車の挙動とはやっぱり違いますね。まあ、多分なんでしょうね、これ。あ、つうか、前事故ってんじゃないの多分これ、シャーシの設定がやっぱトラックなんで、あくまでトラックのシャーシにめちゃめちゃ軽いボディを乗せて、走らせているということになっているので、そこら辺だと思うんすよね、多分。あおし、踏んでいく。前にパトカーがいるけども、構わずに。はい、捕まえてみろ、ポリコ。まあ、そうね、どうなんだろう。やっぱ、正確さというか、リアルな挙動を求めるんであれば、やっぱちょっと違う感じはするけどもね。ただまあ、運転できてるっていう点ではありなのかもしれない。まあ実際こう高速道路をね、こう走ってる分にはまあまあまあみたいな感じですね。やっぱね、ちょっとね、フロントがふわふわするんですよね。この S2000 の挙動で言えばですけどもね。なので、ただまあこの視点ってさ、ユーロトラックシミュレーターでは絶対ないのよ、この低い視点ね。ごめんなさいね。なので、まあこれ私今オートマでやってますけども、マニュアルとかでやったら結構楽しいかもしれない。クラッチもあるしね。うん、クラッチ付きのね、こう日本マップで走れるなんていうのはアセコルさんぐらいしかないので、その点でやっぱ走れるっつうのはかなり面白いんじゃないかな。まして S2000 ですからね、皆さんS2000 をここまで再現してちゃんとこうやってね、日本の高速道路走れるっていうのはなかなかないんじゃない？来ましたね。はい、今夜にしてみました。夜のこの S2000 やっぱかっこいいね、ライトめっちゃかっこいいわ。テールもかなり再現がすごいね。で、これでちょっとまた高速道路を走っていきたいと思います。
あーでもやっぱりあのね、この低い視点でここ走るのはあれですね、やっぱすごい新鮮。じいちゃんが警察に取り調べ夜でもやっぱ受けてるな、そこで。あーまあいいっすね、いいね、いいね。これはだいぶいいんじゃない？いやーこれちょっとね、ドリフトとかがちょっとできなかったので、あーでも感じとしてはかなり好感触だな。前にちょっとねスポーツカー入れたことあったんですけども、その時から比べるとかなり改善されてる感じがしますね。おーっと危ない。スピード出して、あの、荷重を前にブレーキして持ってくと、リアは滑るんですけども、どっちかっていうと、やっぱトラックの滑り出しに近いですね、やっぱり。はい、ではちょっと、峠の方に向かってドライブしていきたいと思います。やっぱね、S2000 といったら、峠でのハンドリング。直進方向です。了解。スピードの出方がだいぶスムーズなんで、その点はやっぱ気持ちいいですね。はい、そしてまあこのプロジェクトジャパンさんの道をこの低い視点で S2000 で走れるっていうところかな、やっぱり、まあ、かなりやっぱいいっすよね、こういうのね。よいしょ。横のトンネル入ってくとどうなんだろうね。まあ挙動がだやっぱりね、ものすごいシビアなんで、まあ、ピーキーと言いますかね。なんでそこら辺がちょっとまあ慣れが必要だとは思うんですけどね。その先直進方向です。まあこんなトンネルとかでやっぱり80キロとか出さないので普段、まあ、そこら辺もねちゃんとシミュレーターとしてプレイすると、まあうまいこと楽しめるのではないでしょうか。あの、レーシングゲーム感覚で踏んでっちゃうのはダメですね。やっぱあくまで、ドライビングシミュレーターの枠を超えないように運転するっていうのが、実際の車と同じような運転の仕方ってことですよね。レーシングゲームとは違いますよ、と。まあ、そこぐらいかな。よし、峠入ってきましたね。じゃ、ちょっと、2車線使いつつ、走っていきたいと思います。できるだけ1車線キープしたいけども多分難しい。ああこれマニュアルだったら面白いかもしれない、本当に。今度ちょっとマニュアル設定で私もこれ楽しんでみようかなと思います。オートマだとね、やっぱあのギアチェンがそこまで、トラックのギアチェンの設定になってるんで、すんなりいかないですね。ちょっとやっぱ、もったりする。開けて、一回ブレーキ踏んでから、もう一回アクセル踏んだ時に、かなりもっさりしますね。これが多分だから、あれだよね、クラッチ、埋めて、ギア落とせれば、だいぶ、スムーズにいけんじゃない？おっと、何にぶつかったの今。なんかね、車高低いからかわからんけどね、ああいうちょっと意味のわかんない衝突があるね。何にぶつかってんのかがちょっとわかんないんですよね。路肩行ってるわけでもないので。ああ、でもやっぱ滑るね。トラックの滑り方なんだよな、これ。FR の滑り方ではないんですよね、これ。よし。左にレーン移動が必要です。はい、戻ってきましたね。まあまあまあ。これぐらい再現できてれば十分なんではないでしょうか。まあ私としてはちょっと好感触ではあります。ものすごいね。なんだろう、新鮮。
なのでまあこれをメインでちょっと運転して楽しむってことは多分ないと思うんですけど、まあなんだろうね、楽しめるっつうのはあるね。はい、今ちょっと大阪の高速道路の方に戻ってきたんですけども、まあ走りやすいっすね、やっぱ広い高速道路はね。ここら辺のハンドリングもだいぶいいと思います。空港の方に行くのかな、これは。やっぱ高速道路楽しいね。高速道路はかなり楽しめると思います、これ。はい、合流します。いやー、景色がやっぱりいいのよ。この視点でやっぱユーロトラックシミュレーターのこの高速道路走ることってないんで。富山のね、高速道路も面白かったですけど、やっぱこうね、街中の高速道路走れるっつうのはかなり楽しい。でましてね、今177キロ出ておりますけども、この速度域で楽しめるっていうのは絶対ないと思いますんで。ガンガン回してってっけどね。あっと、オービスには引っかかねえが。おっと、もう少しで200。あ、行きました、200。よし。まあ、このね、やっぱ、スピード出てる状態でのハンドリングかなりふわふわするんで。結構、S2000 ぐらいの車高になると、多分、ビチャッとね、あのダウンフォースかかるんですけども、トラックのシャーシなんで、そこのなんだろう、やっぱ挙動がね、トラックなんですよ。多分あのハンドル握ればわかると思うんですけどね、このハンドル、なんて言うんでしょうね、このフォースフィードバック、車高低い設定にはなってるんですけど、やっぱりねトラックなんですよね、挙動が。まあ、トラックシミュレーターなんでしょうがないんでしょうけど、まあ場所によってこう普通にドライビングシミュレーターとして楽しむ分にはかなり楽しめるとは思います。はい、ということで本日はね、ユーロトラックシミュレーターで S2000 プロジェクトジャパンさんで導入してちょっと運転してみました。まあインプレッションとしてはかなり私の中では高評価でございます。めちゃめちゃかっこいいですしね、かなり表現としてはうまいことを作られてると思います。あ、エンジン壊れちゃった。結構ぶん回してたんで、結構ぶん回すとね、エンジントラブルが出るのかもしれない。ちょっとあんまりぶつけてないのであれなんですけどね、やっぱタイヤの減りがやっぱり早いかもしれないですね。ものすごい峠とか高速道路走ってるとね。まあでもかなりいいんではないでしょうか。エアロとかもめっちゃかっこいいんですよね。はい、それでは皆さん、またね、私結構いろいろあのカモットを試して今後もねちょっとご紹介していこうと思っておりますので、引き続きこちらの方ね楽しみにしておいてください。はい、ではそれでは皆さん、また次のプロジェクトジャパンでお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。